ミサイル開発、日本人の拉致、日本を敵国であると表明し、数十年にわたり一貫して反日の姿勢を取り続けている北朝鮮。両国の国交も依然として断絶状態にあり、もはや修復不可能に思えますが、北朝鮮が日本を敵視しているからといって日本文化まで嫌っているかというと、実はそんなこともありません。金正恩は日本食を好んで食べており、幼少時には偽造旅券で日本に複数回にわたって入国し、お忍びでディズニーランドを楽しんでいたことも判明しています。国民に対して海外文化との接触を厳しく制限する一方、自分たちはプライベートで海外文化にどっぷり浸っている金正恩。その背景にはある一人の日本人料理人の存在も大きかったのではないでしょうか。その人物の名は藤本健二さん。北朝鮮にとって敵国の人間でありながら、最高指導者から深い寵愛を受け、彼らを最も近い場所から見てきた日本人です。北朝鮮と日本の狭間で翻弄され続けた独裁者専属料理人、彼の手記を参考に、北朝鮮の料理人として生きた激動の半生と、冷徹な独裁者として知られる金一家の意外な素顔を見ていきましょう。1982年6月、寿司職人として日本で働いていた藤本さんに、彼の運命を大きく変える電話が届きます。その主は板橋調理師会事務所の会長、日朝貿易商社からの依頼で寿司職人を探しており、藤本さんに北朝鮮で働かないかと打診してきたのです。当時の北朝鮮は国際社会からの孤立を深め始めた時期であり、そんな国に行けば二度と戻ってこられないのではないかという不安が藤本さんにはありました。しかし、月給は破格の50万円、1年契約で5ヶ月に一度は帰国可能など、提示された条件は魅力的でもあり、悩んだ末に彼は北朝鮮行きを決意します。激しく反対する家族を何とか説得した藤本さんは、2ヶ月後に北朝鮮へと旅立ちました。藤本さんの仕事場は、寿司と和食とカラオケバーを兼ねた平壌のアンサンガンという店でした。カラオケバーには、日本人のマスターやママ、ホステスと7人のタイ人ホステスが配属され、藤本さんは彼らと協力しながら開店準備をスタート。新しい環境に慣れるのに必死で、最初の2ヶ月は慌ただしく過ぎていきます。そんなある日、アンサンガンの責任者から寿司のネタを2、30人分用意しておくよう依頼が入りました。やがて店の前に現れた迎えのベンツに乗り、藤本さんは2時間半ほどかけて海辺の豪華な建物に到着します。彼は仕事の詳細を聞かされていなかったものの、重要な会食が行われることは容易に推測できました。迎え入れられた部屋には20名以上がこの字型のテーブルに着席しており、藤本さんはその一番左端で寿司を握り始めます。しばらくするとある人物から寿司のネタについて質問を受け、通訳のリムサンジョンを通じて藤本はマグロのトロですと答えました。それからその人物はトロを何度も注文するようになりました。藤本さんはこの時知る由もありませんでしたが、この人物こそキム・イルソンの息子であるキム・ジョン・イルであり、訪れた場所は招待所と呼ばれるキム・ジョン・イルの別邸だったのです。初めてキム・ジョン・イルに寿司を握った10日後、藤本さんは再びキム・ジョン・イルの宴会に呼び出され、20数人に料理を振る舞いました。会食後、キム・ジョン・イルは満足した様子でご苦労と言い、藤本さんにチップの入った白い封筒を投げつけます。手渡しではなく存在に放り捨てられて足元に落ちた封筒を藤本さんは拾いませんでした。投げ捨てられたチップを自分から拾うのは惨めで落ちぶれた行為だと、自分のプライドが許さなかったのです。自尊心を傷つけられて帰宅した藤本さんでしたが、さらに1週間後に呼ばれた披露宴で、キム・ジョン・イルは先日の非礼を藤本さんに直接謝罪しました。キム・ジョン・イルはこれ以降、藤本さんにチップを渡す際は手渡ししてくれるようになりました。本来であれば、投げ捨てられたチップを拾わなかった藤本さんが処罰されるのが自然ですが、キム・ジョン・イルは自分にこびへつらわなかった藤本さんの気概を認めたのかもしれません。その後もキム・ジョン・イルから10日に1回ほどのペースで呼び出しを受け、チップと出張料だけで100万円以上の大金を受け取るまでになりました。アンサンガンでの仕事もしばらくは順調だったものの、ある日アンサンガンの責任者との間に些細な意見の食い違いが生まれます。それは次第に大きくなっていき、我慢できなくなった藤本さんは辞表を提出。契約期間の1年を待たず日本に帰国することになりました。それを聞いたキム・ジョン・イルは残念がり、お土産に松茸の缶詰を持たせてくれたそうです。
惜しまれながら帰国した藤本さんは2ヶ月ほど仕事の疲れを癒した後、やがて川越の寿司屋で働き始めます。家族は藤本さんの帰国を大変喜びましたが、藤本さんは未だに北朝鮮での刺激に満ちた出来事が忘れられずにいました。またキム・ジョンイルに寿司を握りたい、そんな思いから藤本さんは日朝貿易商社に電話をして、また北朝鮮で料理人の募集が始まったら連絡してほしい旨を伝えました。しばらく職場を転々とした藤本さんですが、帰国してから約4年後、彼の元を懐かしい人物が訪ねてきます。通訳のリムサンジョンでした。彼は再び藤本さんに北朝鮮で働いてほしいと依頼しに来たのです。条件は月給が前回より10万円高い60万円で、契約期間は3年間、1年に2度は帰国可能というもの。藤本さんは大喜びで誘いを受け、5年ぶりに北朝鮮に渡ったのでした。これを機に彼の人生は大きく変わっていくこととなります。1987年8月に北朝鮮を再訪問した藤本さんはコリョホテルの地下食堂で働き始めます。来庁2日目の午後、支配人に20人から25人分のネタを準備するよう告げられました。早速キム・ジョンイルから呼び出されたのです。数年ぶりの再会に目を細めて懐かしがるキム・ジョンイルに、日本から持参した稲荷をご馳走する藤本さん。以降キム・ジョンイルは月3回ほどのペースで藤本さんを呼び出すようになりますが、次第に彼は藤本さんを料理人としてではなくバカラの遊び相手として呼び出すようになります。その際、キム・ジョンイルは藤本さんに次のような提案をしました。私のそばに10年いてくれないか。いてくれるなら平壌に寿司屋を出してやろう。その他に月50万円やる。寿司屋の売り上げもみんな藤本が持っていけ。当時の北朝鮮では会社組織の売り上げの7割が国家の取り分とされていました。売り上げを全てもらえるというのは破格の待遇であり、藤本さんにとって断る選択肢はありませんでした。すぐ誘いに乗りたい気持ちを押し殺し、少し考えさせてほしいと答えて藤本さんは日本に一時帰国します。ところが北朝鮮に10年滞在するという藤本さんの希望は、彼の家族にとって到底受け入れられない内容でした。特に1年の大半を北朝鮮で過ごした藤本さんと、父がいないまま思春期を終えた2人の娘との間には、たかが数日では修復できない深い溝ができてしまっていたのです。結局藤本さんはキム・ジョンイルの誘いに乗り、最高指導者お抱えの料理人として各地の招待所に同行する立場となったのでした。キム・ジョンイルの専属料理人として働き始めた藤本さんに、ある日人生を変える出会いが訪れます。いつものように宴会場で寿司を握っていた藤本さんは、歌と踊りの豪華なショーに招待されました。歌を披露していたのは女性民謡歌手で喜び組のメンバーでもあるオム・ジョンニョ。藤本さんは彼女に少しずつ心を奪われていきます。それを敏感に感じ取ったキム・ジョンイルは藤本さんにこう言いました。オム・ジョンニョと結婚したければ日本にいる妻と離婚しなければいけないぞ。慰謝料は払ってあげるから離婚証明書を持って戻ってきなさい。人生の岐路に立たされた藤本さんは悩みを抱えて日本に一時帰国しますが、空港に家族が一人も迎えに来ていないことを知り、家族関係がすでに崩壊していたことを悟ります。長年家族を顧みなかった自分の責任だ。そう思うと妻を責める気は全く湧かず、慰謝料の支払いに合意して正式に離婚。2人の子供の親権を取った藤本さんは北朝鮮に戻りました。一方でオム・ジョンニョは藤本さんとの結婚に当初そこまで乗り気ではありませんでした。結婚相手が敵国だと教えられてきた日本人であり、当時彼女はまだ21歳で藤本さんとは父親ほど年が離れていたのです。しかしキム・ジョンイルの推薦があった手前、オム・ジョンニョは強く拒否することもありませんでした。ついには彼女本人の承諾を得ないまま結婚式の予定が組まれ、2人は正式に夫婦となります。藤本夫妻は平壌の中心地にある高級アパートの一室をキム・ジョンイルから与えられました。高価な海外製の家具や電化製品が完備された8部屋の豪邸をあてがわれた藤本夫婦は、特権階級の中でもさらに限られたものしか享受できない楽園のような生活が確約されたのです。それからの生活は藤本さんにとって生涯の思い出となる素晴らしいものでした。キム・ジョンイルの専属料理人として10カ所の招待所を回り、寿司を握る傍ら、キム・ジョンイルの遊び相手として数々の余興に夢中になりました。日中は釣り、サイクリング、ジェットスキー、プール、乗馬などに興じ、夜は宴会で浴びるように酒を飲む。この生活の中で藤本さんはキム・ジョンイルの思いがけない一面をいくつも知ったそうです。
例えばキム・ジョンイルはほぼ毎日映画を見るほどの映画マニアで、男は辛いよシリーズのフィルムをすべて収集していました。映画を北朝鮮でも放映するか真剣に悩むほどでしたが、トラさんの影響を受けて国民がだらけてしまうのではないかと懸念し、放映はやめたそうです。またキム・ジョンイルは日本の製品を非常に高く評価していました。日本食は寿司以外でうな丼、すき焼き、カップラーメンを好み、食品衛生面で信頼できるのは日本とスイスくらいだ、冷蔵庫以外の電化製品は日本製に限ると言っていたそうです。そのため藤本さんは北朝鮮にいながら日本製の物資に囲まれて暮らしていたのでした。キム・ジョンイルの専属料理人として各所に同行していた藤本さんは、キム・ジョンイル以外のキム一族とも親交を深めていきました。その最たる人物がキム・ジョンイルの次男キム・ジョンウンです。キム・ジョンイルはある日、藤本さんと他幹部に2人の息子を初めてお披露目しました。キム・ジョンイルの後継者候補である王子ジョンチョルとジョンウンは幹部たちと穏やかなムードで握手を交わしていきますが、ジョンウンは藤本さんにだけ手を差し出さず、睨みつけるような目を彼に向けたのです。紹介された人物の中で自分だけ敵対心を向けられたことにショックを受けた藤本さんですが、1週間後にキム・ジョンイルに呼び出され、王子2人の遊び相手になるよう命じられます。それからは頻繁に王子らと遊ぶようになり、たこ揚げ、竹馬、ベーゴマといった日本の遊びを2人に教えました。初対面で嫌われたように見えたジョンウンとの距離もすぐに縮まり、当時日本で流行していたマリオやテトリスなどのゲームを楽しみました。王子らは官邸内で専属の家庭教師から勉強を教わっており、学校で友達を作ることができなかったため、同じ目線で遊んでくれた藤本さんを友達のように思っていたのかもしれません。王子らは中学生ほどの年になるとスイスに留学し、頻繁に会うことはなくなったものの、祝日や長期休暇で帰国した際は王子らが熱中していたバスケットボールで汗を流しました。余談ですが、王子の専属家庭教師を務めていた人物が日本人拉致被害者の一人、横田めぐみさんだったという説があります。王子らは藤本さんと出会う前から簡単な日本語を話すことができており、日本語に堪能な教育係がいる可能性は十分考えられるでしょう。ただ藤本さんが北朝鮮に滞在していた頃は日本人拉致被害者の存在を一切知らなかったため、確認することは叶いませんでした。1994年7月に父のキム・イルソンが死去し、キム・ジョンイルが後を継いで最高指導者の座に就きました。精神的負担が大きくなったキム・ジョンイルは一人で自室に閉じこもることが増え、自分に反発する派閥はまとめて粛清していきました。最高指導者の代替わりで党の中枢が殺伐とする中、藤本さんの運命を大きく狂わせる事件が発生します。1996年9月、藤本さんは食材の買い出しで日本に一時帰国することになりました。キム・ジョンイルから欲しい食べ物を言いつけられるたび、世界各国に足を運ぶことは日常茶飯事でした。その道中で藤本さんは通訳兼監視役として同行するキム・ヨンナムのカバンに北朝鮮とドミニカ共和国のパスポートが入っているのを目にします。北朝鮮人が日本のビザを取得するには時間がかかり、急な買い出しには間に合わないため、ドミニカ共和国のパスポートで入国しようとしていたのです。入国審査で見つかる可能性があると忠告しようとしたものの、言えないまま大阪の空港に到着しました。藤本さんは先に手続きを済ませてロビーで待っていましたが、案の定キム・ヨンナムの姿が一向に現れません。ひとまず一人で東京のホテルに滞在していると、キム・ジョンイルから他の者に任せて明日の便で北朝鮮に帰るよう指示されます。翌日に藤本さんはすぐ空港に向かいますが、出国ロビーに入ろうとしたところでいきなり藤本さんと呼び止められます。相手は警視庁の人間でした。警察署まで任意で同行するよう言われた藤本さんは取調室に連れて行かれると、とある写真を見せられます。それには藤本さんとキム・ジョンイルのプレゼント代行を務めるカン・サンチュンという男が写っていました。実は8ヶ月前にも藤本さんはカン・サンチュンと日本に入国しており、その際カン・サンチュンはドミニカ共和国のパスポートを使っていたのです。藤本さんは彼の不法入国を手伝い、隠匿した入管法違反の罪で逮捕されました。留置所に送致されて取り調べを受けた藤本さんはこう考えます。警察は自分を北朝鮮に返したくないから拘束しているのではないか。この時期は拉致問題もあって北朝鮮と日本の国交がひどく悪化しており、日本人の藤本さんを北朝鮮に返すわけにはいかなかったのでしょう。自分は北朝鮮に帰りたいが、
そう主張する限りはずっと釈放されない。そう悟った藤本さんが仕方なく北朝鮮に帰らない意思を告げると思った通り彼は即釈放され、その後40日間を警察の警護の下で過ごしてから完全に自由の身となりました。釈放後、藤本さんは沖縄のホテルで働き、夜はスナックで飲み歩く生活を送っていました。彼の頭の片隅に常に浮かんでいたのは北朝鮮での華やかな暮らしです。北朝鮮に戻りたい気持ちはあったものの、北朝鮮が自分を裏切り者とみなして工作員を送り込んでくるかもしれない、そんな不安から数ヶ月単位で職場を転々とする日々でしたが、ある日職場の飲食店に北朝鮮の使者を名乗る男が現れます。とうとう私を消しに来たか。身の危険を感じた藤本さんは後で話したいという男の誘いに乗るふりをして、男が帰った姿を見届けるとすぐ警察に電話して警護を要請。すぐに仕事を辞めて警察とホテルに宿泊し、警察が手配してくれた東京のアパートに急遽引っ越しました。こうして難を逃れた藤本さんでしたが、心に引っかかったのはやはり死者からの誘いです。彼は自分を始末するのではなく、また一緒に仕事をしようと依頼しに来たのではないか。またチャンスを与えられるなら私はまたキム・ジョンイルのそばで寿司を握りたい。危険な賭けではありましたが、意を決した藤本さんは警察の保護取り下げの書類にサインすると、1年と9ヶ月ぶりに北朝鮮への渡航に踏み切りました。もしかすると北朝鮮に到着した途端拘束されるかもしれない、そんな不安もありましたが、幸いなことに藤本さんは党の幹部に丁重に迎え入れられます。藤本さんはついに1年以上彼を待ち続けていた妻のオムジョンニョ、一緒に日本に渡ったキム・ヨンナム、そしてキム・ジョンイルとの再会を果たしました。逮捕された藤本さんに非がないことを党も分かっていたようで、何事もなかったかのように以前のポジションに復帰することができたのです。何事もなかったかのように北朝鮮での暮らしに溶け込んでいった藤本さんですが、本当の悲劇はこれからでした。1998年11月、藤本さんは北京に魚の缶詰を買ってくるよう指示されました。期間は2泊3日。監視役として秘書のキム・チャンソンという男が同行したのですが、藤本さんが買い出しを済ませて北京のホテルに戻ると、キム・チャンソンは別の者に呼び出されたらしく部屋を出て行きました。監視役のキム・チャンソンが海外で自分を一人にしたことに違和感を覚える藤本さんですが、そこであることを思い出します。藤本さんが北朝鮮に来る前に警察の警護取り下げを申し入れた時、刑事部長はこう言いました。そこまで北朝鮮に戻りたいというのならこれ以上は止めません。ただこれからもあなたの無事を確認したいから、もしまた外国に出国する時があれば電話を入れてください。今なら監視役もいないし電話をする良い機会だ。そう思った藤本さんは刑事部長に電話をかけたのですが、平壌に戻った藤本さんはスパイ容疑で拘束されてしまいました。日本で逮捕された藤本さんをスパイではないかと警戒する党の幹部がおり、その者たちが藤本さんを一人にするよう仕組んで、刑事部長との電話内容をすべて録音していたのです。藤本さんは必死に弁明したものの、身分を証明する書類をすべて没収され、アパートの自室に軟禁されることになりました。これまで招待されていたイベントには全く呼ばれなくなり、食事をとって寝るだけの空虚な毎日。一切の自由を奪われたこの生活は、藤本さんに北朝鮮の恐ろしさを再認識させるには十分すぎるものでした。自分の今までの待遇が特別すぎたのだ。たとえ党の幹部であろうとも、一歩間違えれば収容所送りになってしまう。不安に苛まれていた藤本さんですが、軟禁を命じられてからおよそ1年半後、キム・チャンソンから電話がかかってきます。ついに疑惑が完全に晴れ、キム・ジョンイルと会えるようになったのです。こうして念願の料理人として復帰できた藤本さんですが、この一件によって植え付けられたトラウマが消えることはありませんでした。特権階級者でもいつ粛清されるかわからない。幸いなことに藤本さんは日本への一時帰国が認められています。やがて彼は今の立場を捨てて脱北することを現実的に考えるようになりました。脱北のタイミングは唐突に訪れました。ある日、日本で見つけた料理番組のビデオテープをキム・ジョンイルに見せると、彼はそこで紹介されていたウニ丼を食べたいと言ったのです。私が北海道に行って買ってきます。藤本さんがすかさず提案すると、キム・ジョンイルからすぐに許可が下りました。日本に逃げるなら今が絶好のタイミングだ。藤本さんはついに北朝鮮に二度と戻らない決意を固めます。妻のオムジョンヌと彼女との息子、娘を連れて行くことはもちろんできませんでしたが、家族を捨てて逃げることになってでも、
北朝鮮を出国したい気持ちが大きくなっていたのです。出発日である2001年4月24日、いつものように藤本さんと握手をして、日本語でさようならというキム・ジョンイル。この時の笑顔が藤本さんが見た彼の最後の姿となりました。日本に戻った藤本さんは、ほとんど人のいない地方都市で身を潜めていました。警察は当初手厚く警備してくれましたが、それも時間の経過とともに緩み始め、1日に3回ほど自宅周辺をパトロールする程度になります。それでも藤本さん自身は警戒心を少しも緩めず、時には防弾チョッキを着用して外出したり、尾行を巻くために電車は必ず最後尾に乗ったりしていました。というのも、藤本さんはマスコミにキム一族の情報を提供し、さらには彼らの内情を記した本まで出版していたのです。生きていくためにはまとまった収入が必要だったことや、身を守るために自分の存在をある程度オープンにした方が良いと判断した結果の行動でもありましたが、最高指導者の情報を敵国でばらまいている裏切り者を彼らが放置しておくはずがありません。日本に帰国してから10年後、死角の陰に怯えながら過ごしていた藤本さんのもとに、とうとう北朝鮮の使者が訪れました。使者が藤本さんに渡したのは、キム・ジョンウンが会いたがっているという旨が記された書簡、そして平壌に残した家族からの手紙と写真。死者に話を聞くと、藤本さんが逃亡した責任を取らされた一家は6年間炭鉱に送られ、平壌に戻れた後も親戚の家を間借りして細々と暮らしているようでした。自分のせいで辛い思いをしている家族に申し訳ない気持ちでいっぱいになった藤本さんに、死者はキム・ジョンウンからのメッセージを伝えます。藤本、2001年の約束を果たそうではないか。これを聞いた藤本さんは、日本に逃げる数日前、平壌に帰ってきたら馬に乗ろうというキム・ジョンウンとの約束を思い出します。二人だけで交わした11年前の約束を未だに覚えてくれている。そう思うと、粛清されるかもしれないという恐怖が次第に消えていきました。藤本さんは再び北朝鮮に戻る決意を固めたのです。2012年7月22日、平壌の宴会場で待っていた藤本さんのもとに姿を見せた現最高指導者キム・ジョンウンは、藤本さん、お久しぶりですと満面の笑顔でハグをしました。裏切り者の藤本、ただ今帰ってまいりました。泣きながら声を絞り出す藤本さんの手を、いいからいいからと笑いながら握るキム・ジョンウン。約束を破って日本に逃亡し、極秘情報をあらゆる手段で世間に公表した藤本さんは、本来であれば北朝鮮にとって極刑を確約される政治犯ですが、幼少時から藤本さんと親睦を深めてきたキム・ジョンウンは、彼の裏切りを全て忘れたと宣言したのです。ただ党には未だに藤本さんを敵視する者もおり、彼らから危害を加えられる可能性もあります。キム・ジョンウンはそれを察知したのか、藤本さんに 5LDK の高級タワマンを用意して、夜は警備の手厚い宴会場の宿泊施設に泊まれるよう手配したこともあり、彼が北朝鮮で襲撃に遭うことはありませんでした。特別待遇を受けられたことに安堵した藤本さんですが、ショッキングな事実も知ることになります。生き別れていた妻のオム・ジョンヌと娘と再会できたものの、息子は藤本さんが帰還するわずか2週間前に死亡していたのです。せめて残された家族には精一杯の償いをしようと、藤本さんはオム・ジョンヌと娘を連れて平壌を回り、欲しいものを何でも買い与えたのでした。11年ぶりの訪朝は2週間という条件付きだったため、藤本さんは8月7日一旦日本に帰国することになります。1ヶ月後の9月1日に再び北朝鮮を訪れることをキム・ジョンウンと約束した藤本さんは、今後の目標を定めました。これからは平壌に生活基盤を作って、キム・ジョンウンや家族、親戚からの信頼を取り戻していこう、そして北朝鮮と日本のパイプ役として両国の関係改善を目指そう。2つ目の決意は藤本さんにとって特に大きなものでした。2002年と2004年に行われた日朝首脳会談で、キム・ジョンイルは日本人の拉致を認め、拉致被害者5名の帰国が実現したものの、残る拉致被害者は未だに囚われたままとなっています。藤本さんにとって第二の故郷である北朝鮮が、日本との国交を正常化して国際社会の仲間入りをするには、拉致被害者の解放が必要不可欠です。その決断をキム・ジョンウンに促せるのは、彼と唯一コネクションを持つ日本人である自分にしかできない。藤本さんはそのように思っており、日本政府の思惑も概ね同じでした。日本に帰国した藤本さんは、政府高官の松原という男から連絡を受け、平壌を再訪する直前の8月28日にホテルで面会することになりました。
松原は言いにくそうに要件を切り出します。野田首相の親書を金正恩に届けてほしいのですが、国会で忙しいので1週間だけ待ってもらえませんか。このお願いを藤本さんは即座に拒否しました。親書を届けるのは良いとして、9月1日に戻るという金正恩との約束をまた破ってしまったら、せっかく取り戻した信用が丸つぶれになります。それに野田首相が親書をかけるという確証もありません。こう言って何度断ってもひたすら頭を下げ続ける松原にとうとう根負けし、藤本さんは訪朝を1週間遅らせることにしぶしぶ同意しました。ところが1週間後に再び面会した松原が発したのは、親書は書けなかったという一言だけでした。何の成果も得られないまま、最高指導者との約束を破る形となってしまったのです。もし藤本さんが金正恩からの信頼を失えば、日朝間のパイプ役を担うこともできなくなり、関係の改善はさらに困難になることは想像に難くありません。失望した藤本さんは仕方なく、北京にいるメッセンジャーのキム・ドンチョルに事の顛末と北朝鮮に戻る旨を電話で伝えますが、彼の返答は予想だにしない内容でした。北京に来ても平壌からビザは届いていません。約束通り記者会見をして日本国籍を放棄すると言わなければダメです。藤本さんは絶句しました。金正恩はいつ北朝鮮に来ても歓迎すると言ってくれたし、そのような約束などした覚えは一切なかったからです。藤本さんが日本国籍を捨ててしまえば、日朝関係を取り持つことも不可能になり、個人的感情としても帰化はしたくありませんでした。いても立ってもいられなくなり、ひとまず北京に向かった藤本さんですが、ビザは一向に届かず、北京のホテルにこもって金正恩宛ての手紙をひたすら書き続けます。やっと届いた金正恩からの返事は短く、今は北朝鮮には来ないでほしいという内容のみ。真相が全く見えてこないまま訪朝を拒まれ、ホテルで缶詰生活を送るしかない状況に追い詰められた藤本さんは、ついに記者会見をして日本国籍を捨てるという意思を綴った手紙を送りました。これでダメだったらもう訪朝はできないだろう。自暴自棄になって酒を煽り、酔いざましにシャワーを浴びていると、キム・ドンチョルがキム・ジョンウンからのメッセージを伝えに現れました。記者会見の必要はない。この伝言を聞いた藤本さんはこう解釈します。日本国籍は捨てなくてよい。今はタイミングが悪いから来ない方が良いという意味ではないか、と。少なくともメッセージからは、一方的な拒絶や敵意は感じませんでした。急に気が楽になった藤本さんは、一旦日本に戻ることを決意します。一体誰が金正恩や家族と自分を引き裂いたのだろうか。ぼんやりと考えながら、藤本さんの搭乗する飛行機は北京の空港から離陸していきました。金正恩がなぜこの時藤本さんの訪朝を拒んだのか、明確な理由は分かっていません。藤本さんの手記に記されている内容は、訪朝を拒まれ日本に帰国するまでです。しかし彼は2016年、うまいラーメンを作って金正恩委員長に食べてもらうと言い残し、念願だった北朝鮮の再訪問を叶えています。それきり音信が途絶えたものの、2017年になって、平壌中心部の百貨店ビルに日本料理店高橋をオープンし、料理を提供していたことが判明しました。店の壁には藤本さんの写真が金の額縁に入れて飾られており、大きなトラブルもなく店を運営していることがうかがえます。また2019年10月にもイギリス大使館の関係者が店舗を訪れたことで藤本さんの無事が確認されました。一方で同時期から日本人の訪朝者が高橋へ行きたいと希望しても、それとなくはぐらかされて来店できないという事態も報告されています。事情があって北朝鮮当局が藤本さんを日本人と会わせたくないのか、もしくは藤本さんが何らかの理由で拘束された可能性があります。そしてコロナ禍に突入すると情報が全く入らなくなり、2023年現在に至るまで彼の安否は確認できていません。北朝鮮の最高指導者と国を超えた友情を育み、彼らの素顔を最も近くで見てきた日本人料理人藤本健二さん、言ってしまえば一介の料理人に過ぎない彼が、独裁国家の特異性や日朝関係の悪化に苦悩しながらも人間臭く自分の人生を切り開こうとする姿は非常に印象的でした。彼の功績として最高指導者の知られざる実態が浮き彫りになった点も大きいでしょう。金正恩は幼少時から日本のゲームや漫画などに触れており、戦後の日本の経済発展に驚愕していました。藤本さん自身も手記に記していることですが、自国の歴史教育として反日思想が外せないとはいえ、随所で日本の良さを認めていたことも確かだそうです。もし日本政府が藤本さんをバックアップして連携を取っていたら、
日朝関係の悪化を食い止める未来もあったかもしれません。このチャンネルでは今後も朝鮮の興味深い歴史や雑学を解説していくので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。